アイアーズは、タンパク質合成のプロセスの一部として、キャップヒーゾン的な翻訳の開始を可能にする RNA エレメントである。配列内リボソーム侵入部位、内部リボソーム侵入部位などと訳される。一般的に、新核生物の翻訳開始は、メッセンジャー RNA 分子の後末端で行われるが、 これは開始複合体の形成のためにも、キャップ構造の認識が必要であるためである。IRS アアエレメントの位置は、メッセンジャー RNA のごユトアであることが多いが、他の位置に存在することもある。IRS アア配列は1988年、ネーハム・ソナンバーグの研究室によって、ポリオウイルスの RNA ゲノム中に、エッカード・ウィマーの研究室によって、 脳神経炎ウイルスの RNA ゲノム中にそれぞれ発見された。IRS は、深核生物のリボソームをメッセンジャー RNA へリクルートすることができる RNA 領域であり、このプロセスはキャップヒーゾン的な翻訳として知られている。IRS エレメントははっきりとした二次構造や三次構造を持つが示されているが、一方で、すべての IRS に共通な一次構造や二次、 構造レベルでの特徴といったものはこれまでのところ報告されていない。近年では IRS アア配列をベクターに挿入することによって一つのベクターから二つの遺伝子、例えばトランスジーンと蛍光レポーター分子を発現させるという手法は分子生物学者によく用いられるものとなっている。IRS アアを含むポリオウイルスのゲノム IRS アアは一般的に RNA ウイルスの語彙とアニーチし、キャップヒーゾン的な RNA の翻訳を可能にしている。しかしながら、ダイシストローバイリデイファミリーのウイルスのメッセンジャー RNA は2つの ORF を持っており、それぞれの翻訳は異なる IRS によってなされている。哺乳類細胞のいくつかのメッセンジャー RNA も IRS を持つことが示唆されている。これらの細胞性の IRS エレメントは、 ストレス生存やその他の生存に必須なプロセスに関わる遺伝子を高度しているメッセンジャー RNA に存在すると考えられている。2009年9月の段階で60の動物ウイルスと8の植物ウイルスがアイアーズを持つと報告されており、115のメッセンジャー RNA 配列のアイアーズエレメントが報告されている。アアーズは しばしば、宿主の翻訳が阻害されているときに、ウイルスの翻訳活性を保つ手段として用いられる。宿主の翻訳の阻害のメカニズムは、ウイルスによるものや宿主によるものなど、ウイルスのタイプによって様々である。しかしながら、ポリオウイルスのようなピコルナウイルスの多くは、IF4G を切断し、キャップ結合タンパク質である IF4E と、 相互作用できなくすることで縮主の翻訳を阻害する。IF4 回複合体を構成する、これらの翻訳開始因子間の相互作用は、リボソーム 40S サブユニットをメッセンジャー RNA の5末端にリクルートするために必須であり、また5末端のキャップと3のポリエーテール間での感情構造の形成をもたらしていると考えられている。ウイルスは i r ズによる 翻訳開始のため、部分的に切断された IF4G さえも利用している可能性がある。細胞は、有意と分裂やプログラム細胞肢の間に、特定のタンパク質の翻訳を増加させるために IRs を利用している可能性がある。有意と分裂中、細胞は IF4E を脱輪酸化するため、IF4E の5キャップへのアフィニティは低くなっている。 その結果、リボソーム 40S サブユニットや翻訳装置はメッセンジャー RNA のイやーズへと差し向けられる。優位と分裂に関与する多くのタンパク質がイやーズを持つメッセンジャー RNA によってコードされている。プログラム細胞子においては、ウイルスによる場合と同じように、IF、4G の切断が翻訳を減少させる。必須タンパク質の欠乏は細胞子に寄与するとともに、 細胞子の制御に関与する、タンパク質を高度する IRs、メッセンジャー r n a の翻訳にも寄与する。これまでのところ、ウイルスの IRs のメカニズムの方が細胞性の IRs よりもよくわかっており、細胞性の IRs のメカニズムについてはまだ議論がある。C 型肝炎ウイルス型の IRs は、40S リボソームサブユニットに直接結合し、 メッセンジャー RNA のスキャニングなしに開始コドンをリボソームの PV に配置する。これらの IRS アアは翻訳開始因子のうち IF2、IF3、IF5、IF5 バイトを利用するが IF1、IF1A IF、そして IF4 回復合体は必要とされない。それに対しピコルナウイルスの IRS アアは 40S サブユニットには直接結合せず代わりに IF4G 以上の結合部位にリクルートされる。多くのウイルスのアイアーズは、その機能発現のためにアイアーズトランスクリプション、アクティングファクターズとして知られる、他のタンパク質を必要とする。アイアーズの機能における、イタフの役割についてはまだ研究が行われている、最中である。特定の RNA 配列のアイアーズ活性の測定には、 バイシストロニックレポーターコンストラクトが用いられる。新核生物のメッセンジャー RNA の2つのレポーター ORF の間に IRS が位置しているとき、下流に位置するタンパク質のコーディング領域の翻訳はメッセンジャー RNA の5キャップ構造とは独立に行われる。このようなコンストラクトを用いると細胞内では両方のレポータータンパク質が合成される。 一番目のシストロンに位置するレポータータンパク質はキャップ依存的な翻訳開始によって合成され、二番目のレポータータンパク質は二つのシストロン間に位置する IRS から翻訳が開始される。しかしながら、このバイシストロニックレポーターコンストラクトを用いて得られたデータを解釈する際には、いくつかの欠陥が存在することに留意しなければならない。 例えば、IRs アアとして報告された配列が、後に、プロモーター領域を含む配列であったと判明した、ケースがいくつかある。また最近になって、IRs アアであると予想された、配列の中には、スプライシング部位が存在し、それがこのアッセイにおいて見かけ上 IRs アアのように、振る舞っているケースがあると報告された。ありがとうございます。